お客さんとして美容外科に行ったのは3個ぐらいあって、そういうところを回ってみて、こういうところあんまり良くないんじゃないかなって思う特徴ってありますか？自分でお客さんで体験したのは、カウンセラーさんとなぜか1対1で個室でずっと話してて、100万円ぐらいの見積もり出されたんですけど、今思えば先生見てないのにカウンセラーさんがいろいろ決めてくれちゃってたんですけど、これすごくおかしいんですけど、当たり前のようにいろんなところで行われてるんですね。僕が知ってるクリニックもこっちにカルテ来る時も内容決まっちゃってる。お前医師免許持ってるのかっていう話なんですけど、セールスの方法とかいろいろ叩き込まれてるプロなんですね、彼女たちもね。高ければ高いほど自分たちにも見返りが多いので必死なんですね、彼女たちもね。ドクターと会えないのにどんどんいろいろ決まってくっていうのはあんまり良くないのかなと思いますね。